体に響く大きな音、間近で見た時の新鮮な驚きと感動は皆様の心の中にみずみずしく残っていくことと思います。日本花火の頂点に立つ花火師の皆さん、本日はその中から愛知県磯貝煙火、石川県能登煙火の皆様に打ち上げを担当していただきます。お客様に驚きと感動を与えるのが生きがいという花火師の皆さんです。本日は指の成果を存分にご披露していただきたいと思います。大変長らくお待たせをいたしました。長島温泉大花火の開幕です。まずは大玉さだらみし錦神室美久から。さあここからは皆様ようこそお越しくださいましたのオープニングスターマインド。ここからは打ち上げ花火に変わる、いろいろな色や形楽しんでいただきましょう。まずは白きら水星連火、白いきら星の先が赤い星へと変わっていくのがお分かりいただけると思います。変わったのベリンギサザナミです。全天国和に青い表彰でございます。変わったら二度先爆裂機二三分だけ制作を取ります。音を発しながら先が枝分かれする人生文化、銀座と見つけ銀打ち太い銀打ちと銀の光が浮き出し、変わっては青クロゼットサザナ、変わって銀バナに彩色軍刀、銀色の新バナに彩色の軍刀が飛び散り、変わって今度は二重和星です。変わってヤシの葉の間に青い星が散り、引きヤシ青い、さあここでスターマインをご覧いただきましょう。題して南国の花園、再び打ち上げ花火に変わります。まずは日本花火の原型、
菊の花をご覧いただきましょう。ヤシの木をイメージした花火、そのままヤシです。変わって星が2方向に飛び出すユニークな花火は雲光の手。さあ変わって今度はしだれ柳でございます。文字通り垂れ下がる花火です。おなじみのベニスパンホールです。変わっての花火は錦崎緑色、月よりも明るく開いて緑色に染まります。カラーの一つ、ミジンガ。変わって和ボシベリテイの花火、赤と緑色の和の組み合わせ。変わってはニッキカムロセン。変わって今度は洋風カトリ。少し玉が大きくなります。ニッキハチベリ、開いた花の先が赤い玉に変わります。青新菊崎ベニキンガ、真ん中に青い芯ができているのが分かると思います。今度は芯が緑色になりますね。緑芯紫ボタン。ズレズレまで垂れ下がります。カムロキ姫、ベニカツミソウシン、菊崎緑カツミソウ。五色の色が緑色のオパール。さあ変わって今度は花来百花園。三連発でございます。まずは錦カムロキから。変わって弁天滅心花コロ。さあここで皆様方の目の前へご覧いただきましょうか。岩花火に点火されます。長島温泉開業記念の大花火岩花火。長島温泉は昭和39年に開業されました。今年で54年目に入っているわけでございます。長島温泉のシンボルとおります花火、こちらの方はオープンして30年という歴史があります。
今イルミネーションの皆様から大変好評いただいております。ナバナの里、こちらの方もオープンから20年が経っているわけですね。皆さんもアウトレットモールや遊園地のそうです、鉄橋マシン次々と開発されております。今暗くて見えないけど、あ、皆さんの右手のホワイトサイクロンの今リニューアル中でございます。来春にはまた素晴らしい乗り物が誕生いたします。若い人の間では大変楽しみにしているということで、このように毎年毎年新しいものにチャレンジしていく高島温泉の方、これからも皆様方のご愛顧よろしくお願いを申し上げます。さあ、前の岩橋の方は皆様方よくナイアガラの滝というのをご存知と思います。大変煙の多いナイアガラの滝、これからお送りするナイアガラの滝と光のカーテンといいますが、夢が最も少ないと言われております。光のカーテンに選択されました。別にナイアガラの滝と呼ばれております。それでは再び打ち上げ花火に入ります。ピンバイク混色ボタンからご覧ください。変わっては緑紫染め分けボタン、緑と紫が2色に染め分けてあります。変わって今に青天候に落下を倒れます。紫市西木田室の真ん中の市が紫色でございます。変わって白紫パステルボタン、紫からベニエと選択で点滅星でございます。変わって焼き指フラッシュ千人引き、金の宣言に四色の星が光を垂れ下がり、
き備えはせずと。三発目は紫色に引きかぶる。大玉三連発の後はダウナイに変わります。第1と長島リゾート大花ヤシ並木。先ほどお約束いたしました片物花火ですね。いろいろなキャラクターが出てまいります。まずは今年だけ夜空に頭、これは赤い線がリレーで丸を描いていきます。これは完璧です。はい、こんな感じでいきますよ。今度はサングラスです。同じもの3発ずついきますね。あ、我々は全部形もちょっと近辺ですけども、一応サングラスで、はい、横になってますけども大丈夫ですね。はい、今度はイカです。イカです。あー、ちょっと聞いてもらったイカさんですよ。横になってもイカですからね、大丈夫ですね。はいはい、今度はタコです。足の数で連れてきてください。ちょっと形があるかな。あ、こういう風になるんですよね。ですから一発もなくいけば最高なんですよ。あ、大丈夫です、そうですね。今度はキノコです。いや、開きましたね。パラソルじゃないでしょうか。キノコですよ。あー、大丈夫ですね。はい、今度は分かりやすい蚊取り線香。蚊取り線香、蚊取り線香、大丈夫、出てますね。出ますね、出ます。はい、今度はアフロヘアですね。男性の頭の上にアフロヘア、ゴワゴワっとですね。これで横になってますけど、ちょっと時間が過ぎてますけども、アフロヘア、こんな感じですよ。難しいぞ、ドラえもん。あ、ドラえもんになるか。あ、横の中で大体ドラえもんに見えるでしょ。うん、誰がなっていつもドラえもんですからね。はい、今度は分かりやすいハートです。ハートは大丈夫ですよ。はいはい、ハートですね。はい、最後が分かりやすいですよ。魚の産卵、お魚の殻から卵が出てまいります。これが魚の産卵、ね、上の方から卵が出たというのは本当に難しい。あ、これで片物は終了でございます。ありがとうございます。はい、ここでは大玉いきます。錦崎紅銀山、山切り切りの縁点滅宣言です。地球神キラキラボタン、
して茶釜にしマーブル入りの和牛柳です。はい、王様4発ご覧いただきます。さあ、ここでスターマン、題してマンダル。ところでもう一度皆様方の目の前、岩花火の方にご注目をいただきます。さあ、音とともに出てまいります。まずは大火力、さあ、止まったところから大きな火の輪になってまいります。ここからは今度は噴水です。ここからはですね、創作花火というのをご覧いただきましょう。一緒に演歌展国の創作花火でございますね。まずはディッシュさん、3つの色気のアイドリングをご覧いただきます。ディッシュです。今度はカラーボールです。8つの小さな輪が次に現れます。ファッションリング、リングのデザインの色がパーフェクトの花火。はい、今度はミルククラウン。今度はお母さんの大好きなダイヤの指輪です。
変わります。万華鏡マグロの色とこんな色が出てきますよね。はい、今度はミラーボールです。変わって日本の美の象徴と見える椿の花を表現します。椿、光の宝石、はい、スモーククリスタル、今度は大玉の連発ですよ。まずは緑芯紅ボタンから変わります。オパール芯サザナ、変わって紅芯キキョウボタン、変わって銀千里、全身福崎青残念、変わって緑身西滝遠心団、変わって万華鏡、変わってミラーボール、変わります光の宝石、ヤイシンメイカリックです。芯が2つ入る花火です。青玉10連発ご覧いただきましょう。お楽しみをいただいております。長島温泉開業記念平成最後の大花火、いよいよクライマックスを迎えます。皆様方も今か今かとお待ちかねでございましょう。フィナーレはもちろん豪華ペンダン夜空を飛ばす大手間でお待たせをいたしました。大ターマインスタートいたします。
された長島温泉最大級の平成最後の大花火、これをもって終了でございます。ご清聴ありがとうございました。本日の打ち上げを担当いたしましたのは愛知県磯貝園さん、そして石川県能登園さん、第7次戦でございました。ありがとうございました。